将棋の藤井聡太五冠のファンの方なら誰でも知っている問題の第8弾を作成しました。電王戦に関する問題です。少し難しいのもありますが、さあやってみてください。今回は中級の問題を8題です。電王戦は藤井及び日本将棋連盟主催の将棋の棋戦で、タイトル戦の一つ、2015年度にドワンゴ主催で一般棋戦として第1期が開始され、2017年度の第3期からタイトル戦に昇格した一番新しいタイトル戦であります。2022年度、第2年度、第7期叡王戦が2022年5月24日に終了し、藤井聡太叡王が初めて防衛いたしました。第1局は4月28日東京都神田明神、第2局は愛知県名古屋東急ホテル、第3局は千葉県柏のベスセンター。ここで藤井叡王が3連勝で叡王初防衛を達成しましたね。まず問題1です。藤井聡太五冠は叡王戦がタイトル戦になってから何人目の叡王ですか？ A 3人目 E 4人目 C 5人目 E 6人目。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサーだ。では回答します。正解は B です。第3期でタイトル戦になってからは高見叡王、永瀬叡王、豊島叡王に続いて4人目です。第1期からは山崎叡王、佐藤天彦叡王がいるので6人目になります。続いて問題2です。藤井聡太五冠は2021年に叡王を初奪取いたしました。この時の勝敗は次のうちどれでしょうか？ A 3勝1千日手、 B 3勝0敗、 C 3勝1敗、 E 3勝2敗。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。では回答します。正解は D です。昨年は最終局まで対局があり、どちらが勝つか微妙でしたね。第5局で先手になった藤井五冠が角換わりの戦型で121手で勝利しました。続いて問題3です。藤井聡太五冠は2021年に叡王を初奪取いたしました。この時の挑戦者決定戦の対局者は誰でしょうか？ A 渡辺明、E 斉藤慎太郎、 C 永瀬拓也、 D 佐々木大地。5秒ほど考えてください。出てください。ファイナルアンサー。では回答します。正解は B です。藤井五冠は準決勝で丸山九段に勝利し、斉藤慎太郎八段は佐々木大地六段に勝利して決勝に進出しました。続いて問題4です。藤井聡太五冠は2021年に叡王を初奪取いたしました。第5局10時のおやつは何でしょうか？ A プレミアムモンブラン、 E プレミアム生ミルキー、 C プレミアムバターサンド、 E コロコロしばちゃん。コロしばちゃん。5秒ほど考えてくだってください。ファイナルアンサー。正解は D です。富士屋の店舗で売り切れ続出でなかなか入手できないほどの人気おやつとなりました。藤井聡太五冠の影響力はすごいですね。続いて問題5です。藤井聡太五冠は2022年第7期叡王戦第1局で何手で勝利したでしょうか？ A 83手、 B 93手、 C 103手、 E 113手。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。アンサー。正解は B です。先手の藤井叡王が93手で勝利しました。持ち時間が早くなくなり一分将棋となりましたが、綺麗な藤井曲線が描けましたね。続いて問題6です。藤井聡太五冠は叡王戦第7期の第2局で千日手になりました。この時は何手目で成立したでしょうか？ A
54手目 E64 手目 C74 手目 E84 手目5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は C です。74手目でタイトル戦では初めて千日手が成立し、指し直し局では先手で75手で勝利しました。千日手時点の評価値は藤井叡王が少し有利な局面であったが、後日藤井叡王はこの先の指し方が見えなかったようで、形勢判断をもっと向上させないといけないと述べていました。続いて問題7です。藤井聡太五冠が2022年第7期叡王戦第3局10時のおやつは何でしょうか。 A. カントリーマームチョコまみれケーキ、 E. コロコロクマさん、 C. エスプレッソコーヒーゼリー、 E. コロコロしばちゃん。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は A です。第3局の午前はカントリーマームチョコまみれケーキ水出しアイスコーヒーでした。第2局では昨年選んだのはコロコロしばちゃんでしたが、今年はクマを模したカップケーキコロコロクマさんを選びました。最後の問題8です。将棋の勉強です。簡単な詰将棋をやってみましょう。3手詰めです。持ち駒は金だけです。3手目は次のうちどれでしょうか。 A. 1にひなり、 B.1三ひなり、 C 2一金打ち、 D 2三金打ち、3金打ち。60秒ほど考えてください。ファイナルアンサD です。2三金打ち、同玉、1三ひなりまでの3手詰めです。できましたよね。今後もこんなのを少しずつアップしていきます。最後にお願いがあります。今後も藤井聡太五冠に関する情報をお伝えするためにもチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。